どうも、ケイスケです。いよいよこの時期がやってまいりました。年に一度 CP プラスの時期でございます。今年ね、もう本当にオフラインでみんなに会えると思ってたんですけども、まあ、残念ながらねオンライン飲み開催になっちゃったんですけども、まあそれねしょうがないですよね。まあオンライン開催は仕方ないとして、まあとはいえね、年に1回のこうカメライベントなんですよ。CP プラスってあんまり知らないかもしれないんですけども、まあカメラフォトプラスというね、まあ名前がついてまして、年に1回、ほんと多分一番大きいカメライベントかな。あとはまあ10月にインタービーっていうのはあるんですけども、まあそっちは結構業務用なので、まあ一般の方に公開されるイベントとしては、一番大きなイベントになっています。で、僕今回そこでもね、いろいろ出させていただくことになったので、まあそのね、ブースのご紹介と、あとは僕自身他のね、ブースで気になってるポイントもご紹介していくので、ぜひ今回ね、CP プラス楽しんでいきましょう。それでは行ってみましょう。はい。で、なんと、この CP プラス、もう始まってます。実はね、22日なんで、これ撮ってるの今23日なんですけども、多分ね、当日あげれると思うんですけども、22日、昨日ね、開始がされてまして、もうね、ウェブサイトが公開されてます。で、公式サイトの方で登録しておけば、まあ、いろんなコンテンツが見られるよという感じになってるんで、ぜひね、登録してみてください。実はですね、今回僕は、3ブース出させていただくことになりました。いや、結構ね、多いんじゃない？結構多いんじゃない？実はもう1社ぐらいあったんですけども、まあオフラインのね、イベントができなくなったということで、まあ残念ながらそれがなくなりまして、まあとはいえね、今、3メーカーさんに呼んでいただいております。で、どんなことをするのという感じでご紹介しておきます。僕としては2つね、セミナーというか、オンラインのイベントに出させていただきます。で、まずはソニーブースですね。ソニーさんのブースでは、あやねちゃんってご存知ですか？インスタグラムとか、TikTok では最近精力的に活動しているフォトグラファーで、本当ね、すごいのよ、作品とかも。ぜひ見てほしいんですけども、概要欄に貼っとくので。のあやねちゃんと、まあ、一緒にいろいろトークさせていただくという感じになってます。基本的には、α7C っていうカメラね。それで、まあ、普段僕らがどうやって撮ってるのかみたいなところも含めてご紹介していきますので、ぜひね、参考にしてください。日付は26日の土曜日かな。で、ライブ配信になっています。で、まあ、ライブ配信前に僕とあやねちゃんに質問したいことみたいなのをツイッターで募集してます。ハッシュタグつけてツイートしていただくと、そのね、質問が僕らに届いて、で、僕らがね、答えると、実際にオンラインにね、答えるという形もできるので、気になる質問どしどし応募してください。なんかね、応募された質問がなかったとかだったら寂しいんで、ぜひね、めっちゃ応募してください。はい。で、そしてブース2つ目がパナソニックさんのブースですね。確かそれは金曜日25日の夕方ぐらいだったかな。夕方か夜ぐらいに、ライブ配信をします。で、もちろんテーマは新しい製品 GH6 ですね。まあ、今回ね、僕先行レビューという風にさせていただくことができて、まあ、本当はちょこっと話すだけだったんですけども、まあ、だんだん膨れ上がってて、まあ、映像クリエイターのレンさんという方、まあ、そのレンさんは前から GH5、 その GH6 の前の機種をね、ずっと使ったんですよね。で、まあ、まだね、 GH6 をそこまで使ってないらしくて、まあ、GH6 ってどうなのみたいな話をレンさんと一緒にしていくというようなコーナーになっています。まあ、新製品ということで結構まだわからない部分も多い機種だと思うので、なんかその辺もライブ配信でね、多分質問とかもね、受け付けてるので、ぜひライブ配信見に来てください。ちょっとお茶飲ませて。で、最後3つ目がシグマさんのブースです。もうシグマさんのブースの方では動画が実は公開されていて、オンラインで何かね、ライブ配信をするってわけじゃないんですけども、もうすでに動画公開されてます。で、動画のテーマがですね、じゃじゃんと、はい、こちらシグマのね、 2470mmF2.8、 こちらのレビューを公開しております。まあ、かなりね、重たいんで僕敬遠してたんですけども、まあ、よくよく考えるとめちゃくちゃ画質もいいし、あとコスパね、いいっていうのもあって、全部紹介してるんで、ぜひ見てってください。はい、ってな感じで3ブース出させていただくことになりました。まあ、本当にまさかね、僕がこういろんなブースに出させていただくことになるとは思ってなくて、まあね、ソニーさんとかパナソニックさんとかって、まあ、結構僕らからしたら夢にまで見た企業というか、そんなね、
こうなんて表現したらいいのか分かんないけども、そんな大きな企業さんと一緒に仕事ができるってすごい素晴らしいことだなと思っています。でかつ多分数年前とかだと本当ね、1ブース出たらもう他のブース出ちゃダメとか、そういうのあったと思うんですけども、まあ、今回はそれもお許しいただいて、まあ、いろんなブースに呼んでいただいて本当に嬉しいなと思ってます。やっぱり僕の仕事としてはいろんなカメラの可能性を広げたいと思ってるんですね。もちろん矛盾することを言ったらダメだと思うんです。例えばこのカメラがベストだって言っといて他のところではこのカメラがベストだって言ったらまた違った話になるんですよ。なんだけどもそれぞれにはもちろん役割があって、このカメラはこういう風に使えるよね、このカメラはこういう風に使えるよねとか、そういう特徴が必ずあるはずなんですよね。なんでちゃんと僕はね自分の発信には軸を持って発信するんですけども、ただみんなには選択肢をやっぱ広げてほしいと一ユーザーではそう思ってるので、まあ本当にこうやってねいろんなところに呼ばれるっていうのはもう本当に誇らしいことだなと思います。誇らしいまあすごい嬉しいなと純粋に思いました。まあ最近は本当にねCP プラスっていうのもオンライン開催になっちゃって、まあちょっと盛り上がりに欠けてる部分はあるんですけども、やっぱこういう年一のイベントがあるからカメラってもっと面白いなと思ってくれるもんだと思うんで、ぜひねみんなで盛り上げていけたら嬉しいなと思います。であとね気になってるブースで言うとですね、まあ一応ね CP プラスよいしょちょっと待ってね、まあこんな感じのトップページになってるんですけども、まあ気になるブースですね、まあ本当はねこういうところにいてカメラガールズさんとか、結構他にね、まだお会いできてないYouTube で活動されてる方、なんだろうな、ちょっとパッと思いつかないですけど、まあねいろんな会社さんだったりとか、YouTuber さんとかね会いたかったなと思うんですけども、まあねそれができなくなったのはちょっと悲しいですよね。まあやっぱ今回気になったところで言うと、オリンパスから新しいカメラ出ましたよね。新しいカメラでオリンパスから OM-1 ってカメラが出たんですよね。で僕オリンパスのカメラ使ったことないんでちょっとそこ気になるなと思っています。オリンパスペンとかは触ったことあるんですけど、ちゃんと使ったことないんですよね。あとキャノンですね、キャノンの R5C と、あ大川祐介くんレビューすんじゃん、R5C レビュー、あ今日、じゃあ昨日だ昨日公開されてる、まあ、この R5C っていうのが新しいキャノンのカメラとしては、まあ、動画も写真もいけるということで、まあ、結構大きいなっていうのが最初の印象だったんですけども、まあ、割と気になっています。で僕も今まではカメラ1個って感じだったんですけども、最近は本当にいろんなメーカーさんの、ね、カメラ強いなと、本当にスペックが揃ってきたっていうか、いろんな選択肢増えたなと思ってるんで、僕もねそろそろいろんなメーカーさんのカメラを使ってみたいなっていう気持ちもすごい湧いてきたんで、チャレンジはしてみたいなと思っています。はい、まあ、あとはやっぱ健康時なさんとか無難に見たいんですけども、やっぱりねこう実際のイベントに行った方が面白いブースっていうのも結構あったりするんでねえ、難しいですよね。ケイスケの動画。はい、と、まあ、今回はね CP プラスのお話だったんですけども、ぜひですねみんなこうこれ気になってましたと、これちょっといいんじゃないですかケイスケさんっていうのがあれば、ぜひねコメント欄の方で教えてほしいなと思います。そして、まあ、僕のねイベント、僕の出る、まあ、ソニーさんパナソニックさんのブースも、これから2つねありますので、ぜひどっちも見てほしいなというのとともに、ぜひツイートとかもねしてくれると僕反応したいと思いますんで、例えばソニーのねブースのハッシュタグつけてツイートすると僕らに質問が届くので、ぜひそういうのもやってくれると嬉しいなと思います。ということで年に1回のイベント楽しみましょう。今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、でちょっと改めまして、まあこう CP プラスね、今回はオフラインじゃなくてオンラインのイベントになっちゃいましたけども、こうやってね3ブース、まあいろんなブースさんに呼ばれることになってでそうなったのも本当にね皆さんのおかげだと思っています。いつもね見てくださってる皆さんが本当コメントくれるのが嬉しいんですよね。コメントくれたりとか見てくださるおかげでこうやってイベントに出れるようになりました。ね感慨深いとこのタイミングでチャンネル登録者も15万人達成して、で本当ねいろんな人に見てもらえるようになって、これからもねみんないろんな見てもらえる人に恥じないこう発信をしたいなと思いますんで、まあ、さっきも言った通りなんですけども、矛盾することは言わないだったりとか、自分のねこう思ったこと、信念一本筋の通ったことは言いたいなと思っております。のでですね、ぜひ今後ともよろしくお願いします。改めてもう一度改めてみんな本当にいつもありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。